虚構迷宮内の気配が全部わかるようになった。膨大な力の気配が現れたということはおそらくピクより発光。正直、私の想像の遥か先でしたね。ああ、神よ。あの暴君から迷えるオロドラを救っていただき、感謝感激アメファルドラです。私がその神ですよ。それはそうと、こちらにもう一つの気配が近づいてきますね。ロイド。メリアがいたか？これは心強い。攻略情報ですか？いや、それはもう入手した。すでに霊でとヘルナ、それと一般人として色石化、統合衆、エテル、ツユクサミミの6名は迷宮の外に出てもらった。あとはそこにいる色オウカとヒイラギカナメの2名を迷宮外に出せば場は整う。この先、おそらくファルドラ、そして結託している悪神教君主がこの迷宮を拠点にしているなら帰ってくる。そうなればここは高レベルの戦場になるだろう。悪いが俺の判断でその戦闘についてこれない人物は防衛軍だろうが関係なくこの迷宮内から出てもらっている。ちなみにロイドさんは誰ならこの戦場にいてほしいんですか？指揮統や、アラン、シェイン、パト、ソフィア、カナ、そしてメリア、この7名だ。それ以外はこの戦場では足でまといだ。守ることは不可能だと認識してくれて構わない。外はどうなっているか聞いていいですか？混乱状態だ。東京全域に防衛軍隊長のレプリカが現れてこちらも犠牲者を出した。パトも疲労で旅館で休んでもらっている。その旅館も群衆の襲撃があって、カナともう一人の一般人が重傷、そしてツクヨミコとかが悪神教によって誘拐された。外も自利品の状態だ。外の戦力も足りていないってことですか？それで、その言葉とあなたの行動がこちら側である保証は、人を減らして迷宮攻略を妨害しているとも捉えれる行動ですよ。攻略妨害なら俺はまずあんたを外に出す。俺にとって一番この中でメリアは頼りになるが、敵だとすればメリアが一番厄介だ。間違いなくな。それにこの二人は俺なりに評価している。今この二人はここで守られるより、外で一般人を助けてもらう方が活躍できる。適材適所を考えた結果だ。だが外の状況が本当かどうかの証明は不可能だな。録画してきたらよかったのだろうが、あいにく惨事を映像に残すほど正確曲がってないんでね。わかりました。君主がいつ帰ってくるかわからない以上、悠長にしている時間もありませんね。二人は外に出します。ですが知ってる情報全部吐いてもらいますよ。もちろん、では二人を迷宮外に案内する。オウカちゃん、迷宮内部の記憶がどこまで消えるかわかりませんが、外は任せましたよ。うん、メリアちゃんも気をつけてね。記憶はないかもだけど応援してるから。さて、ロイドは元素支配、ファルドラの虚構支配と相性は五分。私は能力なし、物理やオーラでは圧倒できる。だけど虚構支配相手だとダメージを与えれるかどうか、相手の思考よりも早く動いて動くにしてもこの虚構迷宮を発動していること、おそらく何ですという策が存在するはず、むやみに挑めないのは変わりない。これで避難完了だ。では作戦と情報、両方もらいますよ。任せろ、クールに教えてやる。この虚構も壊れてる、ホロドラも機能していない、迷宮の状況が一切わからない。ムカタク、こっちの気も知らないぜ。あの老害、いい加減引退しろよ。40にもなっていつまでも隊長なんているなよな。ツクヨミ隊長は捕らえた。だけどロイドは釣れなかった。相変わらずあの人は冷静沈着。普通勢いのまま攻めるだろ。そっちが明らか有利だったのに。オーラの気配的に数人いた気配が2つに減っている。ロイドか、足でまといを外に出したのか。クソ。ロイドの策は正解だ。数の多さに有利性を与えた。だがそれ以上にデメリットを与えることで行動制限をかけてうまくゲームバランスをとっていたのに。それもこれもマップの重要性を削いだツクヨミ隊長のせいだ。こんな簡単なマップ、アドバンテージの意味がない。形勢が変わるのは当然だ。マテンロウのトラップもツクヨミ隊長のオーラを辿っていればもう騙されない。相手はもう、天使閣の道のりを完全に把握している。ここに来るのも時間の問題だぞ。僕は今から急いでこの部屋だけでも虚構を何重にも張らないといけない。ベルディアはまだ用事があって出かけた。切り返してこない。もう深夜0時だぞ。いい加減に帰ってこいよ。そこから約2時間、戦況が変わらないまま時間だけが過ぎた。よし、虚構を十分張れた。これで僕が簡単に落ちることはない。それにしても妙だな。オーラの気配が互いに距離を取ってから動かない。時間があったから映像も一つだけ修復させたけど、どうなってるんだ。寝てる？そうか、僕が動かないことをいいことに戦況が変わるまで残ったメンバーも急速に入ったのか。戦況は硬直状態、故に休める。どこまでも冷静だな。おかげで僕も虚構を張り直せることができたんだけど、それはお互い様ってことか。おそらくベルディア待ち。さすがのベルディアもメリアとロイドが飛ぶが悪い。だからといって僕が表に出たら本末転倒。クソ、一方的に有利だった戦況が。ああやってらんない。僕も寝よう。どうせ何もできないし。
そこからさらに3時間、戦況は動いた。ベルギアの批判で。なんだこれは、虚構迷宮がボロボロじゃないか。ファルドラ、お前は口での威勢は良かったが一人にしたらこれか。情けない、情けない。やっと帰ってきたか、仮眠のつもりが熟睡してしまったぞ。ファルド、お前はここにいたか。寝てたのか、旅館襲撃して一仕事終えたからホテルで寝てたのか、随分悪者にしては律儀じゃねえか。濁った状態で動くのは紳士として許せないんでね。ごめんのか。悪者だって皆にを意識しなければ威厳が保てないんでね。冗談だ、だがロイド、いいのか、そんなに張り切って。問題ない、お前らの多くが人の渡り合いたんだ、軍服ない相手するさ。それは怖い怖い、それは俺も気をつけないといけないね。有毒ガスか、さりげなく嫌な技を使ってくるじゃないか。毒は陰湿なんて言うなよ、使える有効手段を使っただけだ、尽力は尽くすタイプでね。それにしてもなんだ、匂いはないし体の異常はない、属性ではない。どうした、攻めてこないのか。いいや、様子を見ていた。毒で弱る姿を眺めるのは良い趣味とは言えないな、そっちこそ小物臭いぞ。そうか、ならじっとしておけよ。バカか、はいそうですかと言って、受けるわけないだろう。我慢が足りないな、クールじゃねえな。どうした、まさか色のついているガスが全部毒ガスって勘違いしてたか、フェイクだ。まあ、色としてはお存でも生成してそのまま様子見るのも一興だったかもな。舐めた真似を。俺の裏を見て可燃性ガスを生成してたか。俺と近距離戦をするというのはそういうことだ。あらゆる原子を生み出し、結合させ、至るところにあらゆる元素を生み出す。相手がぐちゃぐちゃの肉塊になっていることもザラだ。例えばお前、全然ダメージ受けてないな。タフなもんだ。だが空気をお前から奪えば多少は苦しんでくれるか。さあな、試したことないからな。どうせなら試したらどうだ。俺も気になる。で、ならお前にいくらでも協力していたのに、ただ死んでも自己責任だぞ。そうだ、こいつの顔を拝んでなかったな。このまま確認でもしておくか。いけないな、フードを外すだけに力を入れすぎてしまった。クールじゃないとな、いい歳だしな。どうだ、素顔を晒したらどうだ、隠すほどの顔なのか。やめろ、触るな、やめないか。硬いこと言うなよ、抵抗するなら高濃度の酸素を送り込むぞ。どうして止まらない、光の高速でお前の動きは。お前、弱すぎるんだよ。君主の器じゃない？持て余してるぞ、その肩書き。お前、俺が、何が目的かは知らんが関係ない奴を巻き込みやがって、楽に死ねると思うなよ。やめろー。お前、嘘だろ。ラディウス、お前。お前か、お前が悪神教か。俺に光の素粒子まで付与しやがって。クソ、何やってんだよ。お前ら、隊長と副隊長という立場でありながら、正義でありながら、世界に混乱を、パトが起こってくれた。だが俺だって怒り歴が狂いそうだ。俺だってこの立場だ。悪を殺す以上、悪から殺されることは仕方ないことだと容認している。だがバハートは、味方から、裏切られた、そして死んだのか。お前ら、俺たちを馬鹿にするのも大概にしろよ。ロイド、実際に本気で戦っているところを見たことなかったが、まさかここまで。お前らか、私を欺いた罪、火を持って償え。触るな、俺がこいつを殺す。絶対にこいつらだけは。ジョミノルナ、私の前にやすやすと出てくるな、お前も潰すぞ。嘘だろ、あのメリア、俺ごと容赦なく打ち込みやがった。しかもなんだ、このバカみたいな火力は。へ、まずった、ここも天狼じゃないか。一度入ったら俺でも出られないから入るなと言われてたのに。男が私に近づくな、味方関係なく殺すぞ。オーラ最大値が遺伝とは桁違いに上がってる。寝る、赤の王子をご主人に渡したいですね。待ちましょうか、ご主人を。へえ、やるじゃん。ベルディアは魔天狼に入れたかったし手間が省けた。あいつは残念な男だよ。もうあいつに利用価値はないし、せいぜいつくよみ隊長と遊んでてよ。お前が軍師の正体か。蓋を開ければファルドラ以上の小物じゃねえかよ。裏切った以上は死ぬ覚悟はできてんだろうな。理由は言うな、心底どうでもいい。俺がお前に求めるのは死だ。そか、拠点に戻ったらピンチかよ。こうして迷宮内の戦況が目まぐるしく変わり、黒幕2人は確実に追い込まれていた。7月20日午前5時半、ネルタの布団を終えたパトが虚構迷宮に動き出す。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。